山間地で国際的な陶芸祭を開くなどの取り組みが評価され、国から表彰された島田市笹間地区の住民たちが、昨日受賞を記念するパーティーを開きました。ここでまた農村や過疎地域の活性化に関する国の表彰で、えー、で農林水産大臣賞や総務大臣賞などをこれまでに受賞したのは、島田市の笹間地区の取り組みです。人口400人に満たない笹間地区の人たちは、 廃校となった小学校を改築して交流センターを作り2年に1度笹間国際陶芸祭を開いて多くの外国人を地域に呼び込むなどの活動が評価されました受賞を祝うきのうのパーティーには地域住民や関係者およそ80人が出席しました陶芸祭の中心を担った陶芸家の道川正造さんは代表の挨拶で受賞は笹間地区を元気にしたいという 地元の熱意のおかげですと感謝の言葉を述べていました。